シトカロッキーグティエレス空港はアメリカ合衆国アラスカ州シトカ市にある公共空港アラスカ州によって運営されている空港名はシトカ市の元市長であるロッキーグティエレスに由来しており空港にはターミナル一棟とヤポンスキー島から海上に突出するように建設された滑走路一本の設備を保有するこのターミナルには アラスカ航空とハリスエアクラフトサービスのチェックインデスクのほか、レストランギフトショップ、コーヒーショップ、バゲージシステム、登場時のセキュリティチェックゾーンなどの施設を持つ。なお、ハリスエアクラフトサービスに関しては、新しい格納庫が完成してからはそちらでしたる運航を行っている。この空港には民間企業のほか、民間航空パトロールのための格納庫を持っている。 アメリカ沿岸警備隊もヘリコプターの離着陸のために滑走路を使用することもあるが、ほとんど使われていない。またこの空港周辺には鳥の生息地が隣接しているほか強風や嵐にさらされることも多い。この空港のあった場所の一部にはもともとセルイチェシー、病院で結核で亡くなった患者の墓地として使用されていた部分もあり、空港建設の際に墓地を移設するという作業が、 伴った。そのため空港のその区画は今でもザモーソリアムと呼ばれることがある。ありがとうございます。